電波が悪い。とりあえず行ってみるね。電波悪いけど。あ、こいらっしゃい。ちょっと電波がね、こんなよろしくなかったかな、ここ。区別すると思いますけど、すいません。山登りですね。ちょっと休憩いいですか。ちょっと待ってくださいね。映像止めますね。しんど。こんなしんどかったっけ、ここ。アーキーさんらっしゃい。電波が悪い。なんか聞こえた。かなり電波悪くなってる、昔より。なんで？前のスマホじゃないから。城跡なんですね。戦で死んだ人たちの。何これ。何これ。何県ですか。これ茨城県です。電波が悪くてすいません。先に神社行こうか。神社どこだっけ。結構ここ広いんですよね。ちょっとね、予想以上に LTE がなくて、何の音今の。なんか鳴き声。トイレのドアが閉まる音がした。
もうちょい東に来ると僕の家、東？西じゃなくて、ね、ここ何が出るんだっけ。とりあえず今の音は最南北わからない。すげえ癒しのコメントありがとうございます。ちょっとね電波が悪いんで途切れ途切れになっちゃうかもしれませんが、すいません。でもなんか電波悪くてもさ、フラワーパークの時は配信停止になっちゃったんだけど、ここはならないのはなんで？何が違うんだろう。アクオツ、ありがとうございます。いらっしゃいませ。鎌倉時代の勢力争いで、今から行く神社なんですけど、神社で出ると言われています。移動止まったら教えてください。風がねちょっと強い。危ない。俺嫌よ、嫌よになってますね。あれスマホだからじゃない。ここね結構有名でね、人がよく来る場所であったんですけど、なんかね車がね うまい具合に、ね、入れなくされてて、おそらく俺今この山に一人ですね。だから人の声とか聞こえたら、解除はね、コメント打つ欄の左側、一番左側のところを押して、一番下に居合寄せって言ったところがオンになっちゃうから、毎回使わずさっきね富岡八幡宮じゃないですよ。いらっしゃい。意外と映像見えてるんですか？ああ、なえたちんほさんになりましたよ。タンポポさんいらっしゃい。電波の問題とね、下半身の限界がきます、これ。タポポさん、タンポポになってないんだよね、小手半が。まだ登るの？なんかさ、今日ここ人が多分いないはずなんですよ、今。だからもう、異音がすべて、やばい音に聞こえる。下半身意味深でしょ？違うんですよ、俺ね、おみくじ、見てなかったっけ？なんかおみくじ引いたら、お遊びおみくじみたいなやつ。健康面、下半身の限界ですって書いてあった。妖怪のような何段も何段も急な階段を登って上に行かないといけない。あ、音はね、ありがとう。音
音って言ってくれてありがとう。そう、音がね、これアプリがなんか不具合で10秒ぐらい音が止まっちゃうんですよ、たまに。これはね、ちょっと原因が不明ですけど、このアプリを使っている皆さんがなってらっしゃるので、この音がね、10秒ぐらい止まっちゃうのはご勘弁くださいませ。そうやってね、言ってくれるとすごい助かるんですよ。そうするとね、俺喋らなくなるから、あ、音聞こえてないんだって、多少ラグがあるかもしれませんが、言ってくれたら嬉しいですね。着いたよ。これ帰り降りれる自信がない、もう下半身。写真先撮っていいですか。ちょっとね、映像一回切りますね。写真撮ります。押せないのか。映像が切れない。切れた。怖っ。今映像切ってます。急にめっちゃ風が強くなってきた。めっちゃ風が強い。停電のセットしよう。まあ、見えてますか？大丈夫？電波やばいけど。先にお祈りしちゃいます。風が強い。もうちょっと上に向けたいね。
しいじゃ無理か。ちょっとだけ停電しますね。あまり長い間やりませんが、ちょっとねマイクの感度上げます。これはリスナーさんに指摘いただいて、マイク感度上げます。風が入っちゃうかも。暗くてちょっとだけ後ろに離れます。
なかった。大丈夫でした。コメントがあんまないってことは大丈夫だったってことなんで。なんかカタカタ言ってんのは多分風で揺れてんだと思うんで、一回映像切りますね。次の場所に行きますか。これ崖になってるからね、危険、下半身の限界だよ本当に。タンポポさん、小手半ありがとう。ちょっと待った。そういえばマイク音量下げてない。すいませんでした。マイク音量下げてなかった。よいしょ。ここがね、一番高いところに祀られている神社でした。これ急すぎるでしょ、階段。これ。マジで危ない。両手塞がってるから落ちたら本当に致命傷になる。電波が本当悪い。春くらいに来たんですけど、普通にね、肝試ししてる。なんか5人組ぐらいの若い人たちと出会い、普通にこんばんはって言われましたね。ここそれが覚えてる。そういう感じだね。地元の人が肝試しに来るような感じなんだけど、階段が怖くて喋れない。ここに天守閣があったんだ。なんか書いてあるけど、何これ。白結構好き、わかる気がする。あれこれどっちだ。これも結構白好きですね。詳しくはないんだけど、歴史がまあまあ好きか。これ文字が読めない。この上ちゃん、よいしょ、やっと地上に降りてきたね。邪魔しました。
すぎる。至る所に石碑みたいなのが立ってる。金手当をつくでしょ。金手当はみんなつくでしょ。客と料理両方ちょっと写真撮ります。写真じゃない。真っ逆さまに落ちてデザイアだよ。あのね、ちょっと途中から来てくれた方、電波が悪いので多分ね、結構カクついちゃうと思います。止まったり、あと音声が途中でね止まるのはこのアプリの不具合なので、止まったら音って言ってください。すげえバイクの音が響き渡ってる。怖い。風の音しかないからね。本当虫がいない季節って怖いね。今から足を踏み外さないです。いらっしゃい。フラグ立てないで。本当にここ結構危ない。振りじゃないの分かってる。風ですかね、すいません、はい、たまに風が強い。足にね、草がいっぱいあるから音が草の音になっちゃいますね。
バラキですね。でも電波が悪いんでね、ちょっと配信環境があまり良くないので長時間はできないかも。風がね、風が強くなってきちゃったね。夕方はそうでもなかったんですけど、こうやって叫んでどうする。確かね、この先に確か記憶があってればトンネルがあるんですけど、反響するか。やっほー。反響しません。しませんね。いやさ、イヤホンしてる人もいるから音には結構ね過敏なんですよ。心霊配信みんなイヤホンしてる人多いんで。ピオさんいらっしゃい。タケル君帰り。来た、やっぱあった。あ、ここは電波無理かな。ここはさすがに電波無理かな。とりあえず写真撮りますね、一回。少々お待ちください。映像止めます。スマホ配信ですよ。電波がね、もう元からないんですよ、ここ。元からない上にトンネルだから、多分電波切れちゃうけど、とりあえず一回歩きますね。一回歩き抜けますね。ここめっちゃ声響くよ。え？これトンネル見えてるよね。映像見えてますよね。電波なくなるよね。まあ、とりあえず一回向こう岸まで走り抜けます。走り抜けるというか普通に歩いて抜けますので。あ、見えてない。ここら辺で止まった。一回向こう岸ってますか？どこら辺から止まったかね。したら、行きますね。ちょっと歩きます。天井低い。もうプツプツ？もうプツプツ？
落書きは見えたの？たまに動いた？完全止まってた？完全止まってた？今は大丈夫？やっぱ完全止まっちゃうんだ。じゃあこの入り口で停電しますか。ここは大丈夫かな今。やだ。ほぼ止まってたか。じゃあやっぱトンネル内ではできないね、停電が。こうなったらいける？トンネル出てからは動いてますか？ちょっとここでギリギリトンネルの入り口ぐらいに。少しお待ちください。解像切ります。イヤホン。マイク感度上げます。どうですかこれ映像。もうちょっとなんかライトがうまくいかないのかな。持ち上げればいいのか。なんか下に引くものないかな。モバイルバッテリーがすごい映像で止まった。今止まってる？止まっちゃってますか？今止まっちゃってる？もしもーし。人影？これ俺の手だよ。もうちょっと前行っていい？今これトンネルのめっちゃ入り口。もうちょっとだけ頑張って、電波。これでトンネルにちょっと入った。大丈夫そう？今やっぱ重くなっちゃった。ちょっとだけ入った。手振る。OK。 じゃあちょっとこのまま。またすいませんね、しばらく。一回下がりますね。落書きしてある時点で、そうだね、ここは結構ね、有名な場所でした。でもね、入りづらくなっちゃってる。
車がね、止められるでっかい駐車場がね、封鎖されてた。失礼しまーす。
シールドコーン。確かに最近のっぽいね。電波は平気だったですか？ここは老人の霊が出るって言われてた場所なんですけど、こんなところに老人が歩いてきたら逃げるよね。マジで。あと田中さん、ありがとう。うちのじいさんじゃないでしょう。いらっしゃい。大地さん、いらっしゃい。何も変化はなさそうですね。これね、トンネル戻るとね、また電波が悪いんで、トンネルの中で一回写真撮ってきますね。両サイド向けて。よし、じゃあちょっとここでね、マイク感度下げます。マイク感度元に戻しますね。こんな感じで一回止めます。携帯グッズをね、ちょっとしまいますね。少しお待ちください。この三脚いいね。これね、なんかリスナーさんに教えてもらったんですけど、やだ、おまんちょびちゃびちゃさんってなんか聞いたことあるな。なんか聞いたことある。まだ時間が早い。確かにね、ちょっと今日ね、イルミネーション配信してきて帰り際なんですよね。じゃあね、ちょっと電波がね、これ通り抜ける間に止まってしまうので、止まったらちょっと待っててください。中で撮影しちゃいますね、ついでに。じゃあ歩きます。
映像来てる？映像来たかな？すげえ寒くなってきた。何の音？この鳴き声。本当この鳴き声が一番怖い。トイレのドアが閉まる音。ヒーって。落ち葉集めて焼き芋、芋がないやん。芋、肝心な芋がない。ちょっと思った以上に電波がないですね。年末焼き芋する？花火で焼き芋？そう、12月の31日のね、23時ぐらいに埼玉に来れる人募集してます。配信、年越し配信もリスナーさんとやる予定なんで、もしよかったら遊びに来てください。埼玉にいる人がまずいないかもしれない。あとね、今年の2017年の俺の配信の Twitter にも書きましたけど、流行語大賞と、あと今までどこのスポットが一番印象に残ったかっていうのね、アンケート取ってますので、よかったら Twitter にリプなり DM なりお願いしますこういう時だけケンタン出てくるの。いらっしゃい。ペガサス24は絶対ケンちゃんしかいないでしょ。埼玉行くなら東京行く？ただね、俺の職場が埼玉だから、そこから車で行くだけなんで、どこ行くか決まってないんですよね。不法侵入しに行くの？ここら辺であったんだよ、前、5人組と。ちょうどここの多分。こんばんはってみんなに言われた。絶対こいつ一人で、こんなすげえライト持って、スマホ持って何喋ってんのってなる。配信とは思わないよね。そうだね、静岡からね、東京の方が近いよね。ごめんなさいね。駅の方に歩いて帰る。埼玉って何があるの？何もないよ。本当に何もない。なんか作ってくれませんか？ね、名所。あ、スーパーアリーナがあるから。埼玉スーパーアリーナぐらいです。本当それしかない。残念ながら。100選なの。普通の道じゃねえの。森林浴の道100選。しかも茨城か。サツちゃん2チャンネルの太陽の絵文字。
ちょっと今日もう一箇所行こうと思ってたんだけど、雨。神社と、あとはこのね、広場みたいな原っぱと、あとさっきのトンネル、一応3箇所、まあ、曰くがあると言われてたんですが、まあ、広場はいいよね、普通に。経験のしようもないし、埼玉ディスっていいですよ、むしろ。埼玉で住んでるから言えるけど、埼玉なんもないから、本当に。ただ都心への距離が便利なだけ。なんだっけ。奥が竹林なんだけど、竹ってなんか怖くないですか？竹ってすげえ怖いんだけど。親姫いるかな。姫のおじいちゃんかな。今日配信してた自販機っていつ配信した方かな。埼玉落ち葉いっぱいです。確かに今日配信した自販機っていうのは朝ですか、夕方前。朝と昼両方。朝は千葉県です。夜じゃない、夕方が茨城県。オートパーラー塩屋っていうところが千葉県、新井屋男名が茨城県。でもね、両方とも川挟んで、すぐなんで近いです。千葉と茨城の間だから。そうね、なんかね、話すと長くなるんですけど、昨日ね、石神井公園っていう東京を配信したんですけど、家帰るのがね、なんか寂しくて、車で車載してたら気づいたら茨城にいました。オートパーラ塩屋行ったのは、あれは寝てないんですよ、まだ。深夜運転して、いや、なんかせっかくの休みなのにさ、配信できる環境があるのに家にいるのもなんかちょっとやだなと思って、もったいないかな。12月あんまりできないんでね、飲食店なんで忙しくてね、定時に終わらないんですよね。定時に終わらないと日の出が来ちゃうから。普段やらない時間でこうやってやってるんで、普段来ないリスナーさんが結構見てくれるっていうのもあるから、いつも真夜中しかやらないんでね、日の出が怖い。場所だけ教えるじゃなくて、ピオさんそれ一緒に行くんでしょ。それ強制同行でしょ。家から近いんじゃないですか。それあそこの都市の近くじゃないですか。このくらいの時間が助かります。そうだから、このくらいの時間にしか見れない方もいらっしゃるんで、休みの日しかね、こういう時間はできないから、今日と昨日はね、ちょっとやろうと思って。
本当いつもだいたい配信時間3時とかだからね、3時とかにしか逆に見れないリスナーさんもいるから、3時とかにしか見れないリスナーさんが今一応常連っぽくなってるけど、この時間に見れる人にも、ね、見ていただける時間帯はいろんな時間でやりたいんですけどね、休みの日は。だから朝に自販機やったりしたんだけど、海水が来るの危ないですね。ここだけなんか ヘアピン？お腹が土なんだ。ここに木があったのか。声が聞こえた気がした。やめよう、行くの。この橋とか絶対やばいでしょ。海水が怖い。だね、霊よりヤンキーが怖いみたいなものと一緒だね。切れた女性は最も怖い。確かに。またこの山道がちょっと電波悪くなるんで、切れちゃうと思いますが、すいません。これからね、茨城県にね、しかないわけじゃないけど、茨城県によくある忍たまラーメンって知ってますか？クルさん経験者ですね。意外と忍たまラーメン食べに行こうかな。忍たまラーメンを食べて、そこから次のスポットに、ただ埼玉まで遠いからあんまりね、遅くまで今日はできないから、まあ車載はできるけど、とりあえずねここで撮った画像はツイッターにあげますのでフォローしておいてください。あとコメントビルに書いてあります。この場所、これね、便利な機能があるの知ってますか？第一は、誰か打てる方いらっしゃいましたら、そしたらね、一応 GPS オンにしてるんで、心霊配信の時は。今、電波ないかな。このね、山道が今悪いですね。ちょうど山に包まれてるから。
なんであれイルミネーションの時配信停止になりまくったんだ。多分ね。右に緑のがいた。あれ？ラジオってちょっと。打ってみるね。打ってる間に誰かが打たないでね。俺の。出てきた。何で2回出てきたの。何2回出てきたの。そう、笠間市です。いらっしゃい。わざと終わる寸前を狙ってきたかのような時間ですね。電波がねだいぶなくて、そうね、聞いてほしいのはここ駐車場なんですよ。見える？ここは光ってない。2時間かかる。ああ、住んでる場所から俺ん家まではね3時間半ぐらいかかりますね、こっから。だからちょっと今日早めに切り上げないとなんで、もう一箇所だけ行きますって帰り道。車駐車場なんだけど、駐車場なのに進入禁止なんだよ。どういうこと。この駐車場に前入れたんですよ。今年の春くらいまでは。なんで進入禁止になっちゃったの？やっぱ駐車場内でなんかいろいろあったのかな。なんか書いてあるもんね、駐車場内での盗難事故等につきましては責任を負いませんってなってるか、やっぱなんかあったんだね。これがでもこれなんかそんな新しい看板じゃない気がするんだよね。伐採予定。でもこれ史跡じゃないの、笠間城跡って。押せば、あれかな、下にへこむのかな。夜中だけかな。あ、コミュニティホールありがとうございます。
駐車場で花火駐車場で花火ってなんか俺もちょっと人のこと言えなくなっちゃうんで、ノーコメントでお願いします。駐車場で花火はちょっとノーコメントでお願いします。抜けんのかなこれ。すげえ、なんか鳥の声。鳥じゃない、何あれ。めっちゃ鳴き声が、なんかキモい鳴き声の動物がいた今。聞こえました？あ、でも責任もいません。確かに大抵立ってるね。この柵はへこまない？どういうこと？あ、これそうだよな、確かに確かによく考えたらへこむわけないよこれ。引っこ抜くしかないそう言われたら。まあでもあれだよね、春までは入れたんだよ抜くしかないね。春だよ多分前に来たの俺、確か何月だか忘れちゃったけど、その時なんかもうこんな時間よりも遅い、もっと真夜中で入れたから、で人もいたからね。抜いてみて、抜けれないんでしょこれ。無理無理、固定されちゃってる、全然びくともしない。なんか横に動くぐらい、こうやって。じゃあとりあえずね、ここで笠間定石の配信は一回終了とさせていただきますね。ここからちょっと忍たまラーメンを食べに行こうと思います。昨日からね話題になってたんですが、配信の中でリフトで引っ張って抜く。ちょっとね忍たまラーメンを食べに行くんで、忍たまラーメンを配信するかは分かりませんが、次の場所に移動したらまたやって確実にやります。もしかしたらその前からやるかもしれません。そう、忍たまラーメン食べたくてさ、茨城に来たら忍たまラーメンじゃないって。夏井、さあ忍たまラーメンの場所に、このまま行っちゃったらタイトルがあれだから、とりあえず一回枠切りますね。じゃあありがとうございました。また何時間後か分かりませんが、もう一箇所行きますね。夜銀玉、忍たまラーメンっていうのがあるんですよ。茨城が本社かな多分、確かさっき誰かが言ってて、茨城県内にいっぱいあるんですけど、とりあえずそこに行きますね。そこで配信するかもしれない。じゃあお疲れ様です。また次の場所ご視聴ありがとうございました。じゃあね。忍玉なんだろうね、ニンニクと卵じゃない多分ニンニクと卵でしょ多分。お疲れ様です、ありがとうございます。